こんばんは、三枝心です。今回は代官山蔦屋のど真ん中にあるゴルフショップにやってきました。実はですね、このお店は、こう入り口を見てわかる通りかなりコンパクトなお店ですね。はい、ですがこだわりのグッズがたくさんあります。そのこだわりのグッズを今回は紹介していきたいと思います。実はこのショップは3年前にオープンしていて、その時から私は大ファンでずっと通っているショップです。では中に入っていきましょう。富田さん、こんばんは。こんばんは。はい、お店のオーナーの富田さんです。よろしくお願いします。はい、富田さんはゴルフのグッズというか、こういうお店に働いてもう13年、はいはい、すごいですよね。長いです。長いですよね、もうベテランですよ。ゴルフのグッズとかこうお店と関連でね、お店のことに関しては大ベテランです。なんと富田さんのゴルフ歴を聞いたところ、もう25年ぐらいやってます。ゴルフ歴も25年で、ショップ歴も13年で、もうゴルフのことといえばみたいな、はい、何でも知ってます富田さん。はい、そんな富田さんがこのお店でこだわっているポイントとかって何なんですか？大手さんとかにないに、お店が小さいので、なるべくあのグッズとかオリジナル商品を作るようにして、あの人と被らない商品を提供していこうかなと思ってます。そうですね、はい、なんかすごくこう初めて来た時からなんだろう、あまり見たことないなって思うものも多くて、私もいくつかね、買ったんですけれども、家で今も使ってます。ありがとうございます。そんなね、オリジナル商品盛りだくさんの代官山ゴルフショップ、早速ね店内を回ってみたいと思います。まずは、はい、オリジナル商品のヘッドカバー、はい、たくさん用意しておりますね。すごいこうニット素材が柔らかくて、はい、どのドライバーのサイズにも合いそうですね。合いますね。あとキャディバッグも色を選ばないので、そうですよね、使いやすいと思います。結構いろんな白でも黄色でもあるし、はい、赤のキャディバッグとしては赤っぽいのを選ばれますし、はい、このニットは3色なんですか？3色です。結構ドライバーブカブカだなとか、入んない入んないとか結構あって、そうですね、ストレスがね、ストレス、これだと全然平気ですよね、うん、でこのちなみに番号は自分で言った番号なんですか？いや、これは1、3、5とあと4とか7の人はあの何もないやつがあります。それからフェアウェイ、あのユーティリティハイブリッドと、はい、あと何もないやつと。あ、じゃあ大きさで何もないやつが2本。そうですね、はい、まだまだありますよ、オリジナルヘッドカバー。はい、はい、こちらは防水性があるヘッドカバーで、中にあのちゃんとボアがついてまして、あのヘッドを守るようになってます、これ全然水入んないですね。そうですね、結構さ雨の日にヘッドカバーパンってそうですね街向くんですけど、はい、あと開けたらあーみたいな、もう雨でやっちゃったってあるんで、はい、これはいい。確かにかなり水を弾きそうです、はい、でこのマークは代官山ゴルフクラブのオリジナル の、うん、あのマークです、うん、はい、はい、で1、3、5、7、なし。これは何なんですか？これはあのユーティリティがあのメーカーによっては22度25度とかもあるし、3番ユーティリティ4番ユーティリティっていうメーカーによって別々なので、一応AB にあのうちの店は分けました。それとなしと、3本ある人は3個買うって感じですかね。はい、ユーティリティ神頼みみたいな、ありますもんね。私も結構ユーティリティ増やそうかなって最近思ってて、でもこうないんですよね。そう、もうないんですよ。そうですね、でもバラバラにしたくないんですよ。だからこれはかなり嬉しいかも、いいと思います。ユーティリティだけこれにするとか、なんか揃えた方がいいと思いますね。はい、でこれが赤、ブラック、はい、グリーン、グリーン、グリーンの中は赤なんですか？はい、この中も赤ですね、はい、で黒の中は黒、はい、でグレー、グレーの中は黒い生地です、はい、これはでもかなり
本当に選ばないからいいですね、うん、バッグも選ばないし、うん、黒なんだと何でも合いますし、で防水で汚れない、うん、あ、ここもじゃないですか、それはパターカバーです。あ、パターカバーもありました、オリジナルのグレーと黒。はい、グレーと黒です。これは他の商品はなくて、このそうです、グレーと黒だけですね。あ、あとこれもあります、アイアンカバーもあります。そんなオリジナル商品まだまだいきます。代官山ゴルフクラブオリジナルのキャリーバッグです。これは第1弾なんですかね。そうです、第1弾です。第1弾でもう超シンプルな、はい、そうですね、結構こうアスリートな女性とか男性にはかなり喜ばれる感じのバッグです。ここの径が 9.5 あるので、あのなるべく細身にしてます。ここが 9.5 インチですね、インチですね、はいはい、こだわってるのがパッと見た感じ、このポケットの付き方とかかなりかっこいいな。そうですね、うん、いっぱいポケットがあります。これは何ですか。これはまあもうこっちから持つ場合に使うって感じですかね、これはなんかなかなかないかも。どっちかというとこっちの持ち手はね、そうですね、超シンプルな。でまだまだキャディバッグはこれから作るんですよね、はい、オリジナル商品、はい、なので楽しみにしてます。続きましてのオリジナル商品はこのね缶、私もねすごいずっと気になってて、ゴルフのティーって結構こうポケットにあー入ってたとか、朝出す時とかもあどれ使おうかなみたいな、あーもうなんかあもう何がどこにあるか分かんないみたいなバッグでなる時も多いんですけど、この缶にティーとかマーカーを一式詰めれちゃいます。簡単ですね、長さもすぐ分かるし色も分かるし、今日はこのティーの方が飛びそうだなとかある時にパッと見れる。ここからは私がお店で気になった商品を紹介します。では3つ第3位からいきますね。第3位はこちらです。ミッキーのニューエラとミッキーのコラボ帽子とコラボバイザー。前はね帽子しかなかったんですよ、それがなんと今日来たらバイザーが出てました。じゃーん、どうですか、こういう感じかな、バイザーです。ニューエラ×ミッキー第3位です。これが第2位、じゃーん、これさっきお店で見つけたんですけど、富田さんこれすごくないですか。はい、こちらは US オープンを開催したコースのマーカーです、うん、1895年から1987年までの、私が生まれた年だ、あすごい、 それまでの開催コースの、マーカーなので結構希少価値があります。ってことは一番最後が私が生まれた年、書いてると思うんですよ、1986年、あ86年、じゃあ違いますね、87年、 あった87年、87年、なんかかっこいいすごい87年かっこいいですね。ラスト1点だそうです。はい、お早めによろしくお願いします。お願いします。では第1位いきますよ。第1位はこれだ、じゃーん、なんだこれみたいになってます。プロサーキットジュニア、商品はこちらにあります。これはね何かと言いますと、ちょっとねパターをお借りしますなんかすごいパターがあったこれやばい、まあ、何でもいいかなと思う。トリさんこのパターなんですか。左手をこういうふうにくっつけてやらないといけないんで、でボールは右足、ちょっと難しいかもしれない。左手ひっつけて、ちょっとやってみていいですか、はい、手が曲がらないように。あ、皆さんこのパターンも注目してますが、私が言ってるのはこれですかね。
あ、全然変なところに当たった。あ、でも当たった。あ、出てきたっていう商品です。なかなかボールね、こうやって拾いに行くの大変だけど、この子は自動で戻ってくるんで、なんですね。このパターンはすごい。あ、ぶつかる。わお。はい、さあどうでしたか。今回は代官山の蔦屋のど真ん中にある超立地のいいゴルフショップを紹介しました。富田さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。すいません、急に来て。いえ、とんでもないです。はい、で今後新しくなる商品が、まあ、オリジナルでね、たくさん発売とか、まあ作っていく予定なんですよね。はい、まあ、トートバッグだったりキャディバッグだったり、はい、ヘッドカバーもまだまだ増やす。そうですね。はい、はい、楽しみです。でね、富田さんね、はい、まさかなんですけど、すごいお願いが。何でしょう。プレゼント欲しいんですよ、視聴者に向けて。すいません。もちろん。こんなビデオの前ですね。あの、心ちゃんがあのいつもいらっしゃっていただくんで。あの、すいません。では、ヘッドカバーセット1番。セット。はい。1番、3番、5番。はい。いいんですか？3つも？はい。3つも？はい。おー、みんながよく使う1、5、3、1、3、5。間違えた。なんでもう私のチンポカンプ。1、3、5、これをドドンとセットで1名の方に。はい、いいんですか？もちろんです。女子もね、使いやすい、こうトリコロールから、はい、これの1、3、5、はい、をプレゼントします。でもっとね、増やしたい方は買ってください、はい、お店にいらしてください。お店にいらしてください。お願いします。お願いします。以上、代官山ゴルフクラブの紹介でした。ありがとうございます。私がよく使うショートティーで、これはすごくずっと欲しかったんですけど、まあ、悩んでて、今回バッグのこのポケットに入る大きさっていうのも分かったので購入することにしました。ありがとうございます。これでね、バッグの中がさらに整理整頓されそうなんで、はい、まだまだね、たくさん売ってるんで買いに来てくださいね、皆さんも。これちなみに中にティーが入ってます。すごくないですか。ティー付きです。ティー付き、しかもカラフルなティー付き。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。